はい、どうも、平さんです。プロスピ2019、実況始めていきたいと思います。はい、4年目の7月31日からやっていきましょう。はい、前回ですね、世界のホームラン王ペナントでございます。はい、忘れてました。はい、前回の覚醒がですね、清宮が覚醒しておりますと。はい、で、パワー S94 ということで、結構強くなったので、まあ、ミートがね、少し低いんで、ここをね、どうカバーしていくか、っていうのは結構大事かなと思うんですけど、広角打法なくてプルヒッターなんで、まあ別に広角はつけなくていいのかな。はい、三振とか消すってなると多分時間かかるし、まあ長所を伸ばしていきたいなと思います。で、林が粘り打ち、タイプとして頑張ってくれると思うので、27本打ってますしね、こんなにいい選手になれば嬉しいですよね。はい、粘り打ちタイプの選手も作っていきましてですね、岡本はちょっとパワーが低いのかなと思うので、おかわり覚えたら、パワー上げていきましょうか。少しね、ミートは十分だと思うので、上げていきましょう。こっち村上はどうしようかな。逆にもっと得の増やす威圧感とかつける、それかもっとパワー&パワーでいくか。存在感、威圧感までいっちゃおうかな。徳のお化けも作りたいけどな。後々絶対ね、徳のは必要になってくるので、将来的に、加工してくると思うので、ね、徐々にそこで、いるのかなと思うので、はい、まあおしゃべりはこれぐらいにして進めましょうか。早く進めろよって思ってる人もいると思うんでね。買ってはいるけど、そんなに得点が多いわけじゃないのが気になるところ。もっとね、もっと打ってほしい。1点とか3点とかちょっと違うよね。もうこっちが求めてるのは超破壊力打線なんでね。一発ついとる。田島よくやった、前回は。前回登板よくやった。現実の話ですけどね。粘り打ち広角連発。そしたら、どうしようかな。存在感逆境。存在感を上がりやすいので取っておきましょう。で、いいよな。小林どうしようかな。意外性とか取ってみるか。意外性がね、なんか見たところ結構良さげな能力だったんだよな。あんまり覚えてないけど。森系とめっちゃ守備型。俊足コーダなんや。じゃあミートで曲げとくか。関係ないけども。もう森系とはもう関係ないけど。OK。いいでしょう。今の選手登録どうなってるかやな。おー、なんだこりゃ。田島が2軍に行ってる。まあいいけど別に。太田、村上、岡本、林、菊田、安田がまた2軍にいるのか。菊田がいいの？清宮じゃダメなの？すぐニッカーにするよね。そんでポン打ってんねんから。一回落ちとけよ。良さそうなのは、万波とか強そうですけどね。万波。今、怪我してんのか。そうか。
リチャード、山下、石堂、川端。うん、これでいいんじゃない？ OK。よし、進めよう。ホームランは取れるかな、誰か。いや、ちょっと、点が取れてないよね。うん、9対8とか13対10みたいな、今みたいなやつを求めてるんですけど。打ち合いですね、求めてるのは。まあ、点を取られるのは仕方がないかなと思いますので、打ち合いで勝てるチームってのは強いですよ。お、由伸が何かを覚えた。でももうね、覚えたい能力そんなにないんですよね。援護欲しい。援護欲しいけどないんか。じゃあリリースでいや、いった。由伸成績どうなんの？17勝9敗 3.34。 まあまあ 3.34 悪くないですかね。さてさて、みんな全然進んでないな。川端の粘り打ち異常に時間かかるな。おかわり、林存在感、安田も存在感と、リチャードも存在感、黒川降格中と、すんげえ覚醒してるやつがおらん。日川はまあ強くなってきてるよね。東、川端粘り打ちこんな時間かんねやったらもう投げ上げていくか。OK。進めよう。まあ、試合はあんまりないけど。まあ、日本シリーズが、4連敗したな。ふざけとる。ってなっちゃった。普通にってなった。全然ドラフトとか見てないですけどね。はい、ということで、契約更改のところまで来ていますと。そしたらですね、援護ついたぞ。援護つけよう。まあ、ここでですね、また成績を見ていきたいなと思いますので、期待してください。ホームランを誰かが取ってますよ、きっと。刮目。ということで、浅間、対左ない、対左は一生置かない。いい感じのやつおらん？上がりたてですみたいないないね。全然伸びてないね。お、石戸チャンスメーカー、広角連発バントダッシュ。どうしようかな。パワー先上げる？おかわりにする？おかわりにするか。ど真ん波。存在感、広角、さよなら、おかわり。どうしようかな。そこだけ一緒。OK。さあ。では、タイトルいきましょう。タイトル。お、林へホームラン王。MVP は岡本。新庄笹森ファイターズ。首位打者銀次3割5厘。本塁打は林。打点は浅村。トリオ西川。タイタンダ岡本と浅村。最高成立は吉田正尚選手。最多勝山本由伸。最初防御率1000が奪三振は山本。263個いかついな。まあ、投げてる回が、投球回が多分多いんでね。勝率1は本田。圭介かな。最多セーブ松井裕樹。最初中継ぎは森原と。で、セリーがこんな感じですと。まあ、沢村が、なんか最初中継ぎなんか取ってるけど、堂林覚醒してますね。はい。
ということでございます。ベストナイン、村上、山本、岡本。ゴールデングラブ、村上、山本、岡本。月間 MVP、 林とか取ってないんか、ホームラン王やないな。はい、では個人打撃成績見ましょう。ホームランランキング、プン、お、林1位、お、村上2位、岡本に32本、リチャード29本と、林、村上が40本と。まあ40本はね、ノルマなんですよね50とかどうやったら打てるんやろうな。いや、林本塁打率高いですね。うん、全試合出場はしてないのね。うん、林三振少ない、やっぱり。ふぅ、ということで、どうかな。まあ、一応投手成績で読んでいきますか。防御率、投球回がね、明らかにね、うちのピッチャーたちは違うので、まあ、少ない人数で投げてるんで。はい、という感じでございます。奪三振率とかいったら千賀が1位と、こんな感じでいいですかね。他に見たい成績とかあればまた言ってください。まあちょっと、ね、わかんないとこがね、何が見たいんだろうっていうのが。僕は、まあ気になるところを見てるかなと思いますんで、はい。一応、他の選手たちを見ときましょうか。うちのね、リチャード182なのね。打率182だったら打ってるわ、29本結構。安田陽休んだよね、めっちゃ。安田休んだ、別にダジャレじゃないですからね。はい。まあでも2桁打ってる選手がこんなにいるのはすごいですよね。安田、石堂、万波。万波すごいな。万波あまり出てないのにな。太田、川端、石川。なんか、出場機会がすごいな。バラバラやな。はい、ということでございますと。はい、では契約外いきましょう。お、おかわりさん何か上がったね。はい、いきましょう。うん、林もいいでしょう。吉田和正引退、なるほど。ちょっとね、邪魔ってたらあれですけど、邪魔してくる選手をちょっと一回飛ばしておこうかなと思うので、森慶と、と根尾、あと藤原ですね。うん。あと細川ももういいかなって感じなので、と年齢見とこう。坂倉もいらんわ。中村翔成もちょっとひどいのでいいかな。藤田ってこいつ無理やな、2年目やけど。無理じゃないですか、24、すでに24歳、歯は足りない、無理やな。浜田、まあもうパワー A やったら、まあまあ、あとはちょっと様子見ようかな。22から800本いけんのかな。どうやろ。はい、ドラフトです。ドラフトもね、大事は大事なんですけど、そんな、即戦力ぐらいじゃないともう使えない年になってきてるので、もうね、ピッチャー中心になるんじゃないかな。パワー型じゃないな。俊足、高打型にミート G とかそんなやついいの。いいね。まあ、そろそろそろじゃない。そこそこ強そうな選手もいますけど、
ピッチャー取っとこうかな、やっぱりドラ1は。こいつ強いな。まあ、競合するでしょう。まあまあまあ。ザマも欲しいけど、寺山にしよう。はいはい。2回目も競合と。おお !5 球団取ったぞ。しかも余り物。まさかの投手で、そんな競合して取るとは。駒場欲しいけど、誰欲しい？パワー型の三角も欲しいけど、この丸気になるんだよな。のんびり座ってる場合じゃないんですけどね。深田も良くない？深田取るか。この丸も取ろう、そんで。駒場。残ってないかな。あ、岡上取られた。パワー型。パワー型が。泣けなしのパワー型が。後々戦力になるみたいなやついらないんですよね。野手は。ピッチャーは欲しいです。ピッチャーはこの辺乱獲します。高校生の三角は乱獲します。まだいっぱいいるんでね。まだいっぱい空きがあるんでね。ピッチャーはどんどん取っていこう。もういいかな。気になる選手はもういないと。OK。十分でしょう。野手二人という。ペナントじゃない。愛といらんな。マナとやったっけ。忘れちゃった。まあいいや、いらない。はい、というとこ、というところ。めちゃめちゃ噛んだ。ということで、取った選手見ていきましょう。テーラー山ドライチですね。ドライチ、テーラー山。おスタミナ S。まあ、援護から取ろう。まあ、うちのピッチャーに大事なのは援護力なのでね。一発消されへんのかい。シュート回転。至急同様。泣きしておこう。はい。で、駒場。守備型、いらねえ。もうこの時点で、この時点でもうなんかもう、廃棄処分ですね。廃棄処分。パワー上げとくか。スピード型、お前ら。パワー型取るべきでしたね。はい。ということで、進めていきましょう。まあ、しゃあねえな。どこまでいけるかな、今年は。あ、ジョーンズが解約されている。解約？長谷川、清田、ウィーラー、マーティン。今年マーティンが打ちまくってますからね。春季キャンプ、キャンプはなぁ、別になぁ。ここで得の覚えてくれっていう感じですね。特にかなぁ。狩り覚えたらパワー上げたいって言ってましたね。野手は、いや、取得の全然上がらんやん。駒場だけパワー3。他全然やな。全然やな。5億も払ってるんですから。もっと上げてくださいよ、中村大輝コーチ。うん。オーダーはこれでいいでしょう。寺山とか使ってみてもいいけどな。桑山とか寺山とか。
この辺ね。バラは強くならないと。キューミアム使いたいけどなという感じですね。あんまり場所がないかなっていう。やっぱりでもホームラン王を争うしたのはこのパワーエースが2人なので、リチャードはもっとこの基礎能力上げた方がいいですね。でもリチャードが結構87本ということで候補に入ってるのかなと。24歳、安田と並んで87本なんで、林はここからね挽回できると思うので。あと村上はすごいな、やっぱり岡本抜きそうですもんね。小谷も頑張ってるよ。山下はそろそろ打ち始めないと間に合わないよって感じですけど、はい。やっぱりでも基礎能力大事ですね。 A どころじゃダメですね。もうちょっと上げなきゃ。はい、ということで、こっちの桑山は対左と対ピンチ両方 A と。まあそしたら、まあ、球速安定とかでいいかな。対ピンチ F みたいなやつ誰でしたっけ。対左か、対左だか対ピンチだか F のやついましたよね。誰やっけ。浅間だな。対左F はちょっと。村西、対ランナー。本田瞳。球速安定にしようかな。桑山、海田、富山、宮城、原西。こんだけは変わらずやんな。去年のっていうか、4年目の最後は見てなかったんでね、覚醒を。まあでも、結構みんな、4人ぐらいしてたから、もういないと思うけど。黒川。いないね。今年誰か、覚醒とかしないかな、と思いながら。進めましょう。とか野手見た？何も覚えてないもんね。はい、ということで一旦次、今どこの覚えてる人たちもどこの覚えたらちょっと基礎能力上げましょうか。パワー S 目指してまず上げていった方がいいのかなっていう感じがするので、そんでですね、通算の、どこや？今年やんな、これ。今年になるよな。通算、歴代なのかな？個人通算大議席か。ホームラン、坂本が1位なんか。ああ。アーツを引退しちゃったのね。アンダは坂本、大島、しばらくコーチ現れなそう。柳田もいなくね。柳田は、あ、いるな。柳田そんなまだなんやな。大卒やしな。まあいいでしょう。こっち、みんな中継ぎなのか。また漆原を漆原上げて一番低いやつにしとこうかな。こいつはどうでもいいんだよなどうでもいいんだよなって、あれやけど。よし、はい。田島対左がいい。帰れないと。相変わらず対左は空いてないと。さ
じゃあ打たれ強さ、打たれ弱そうな顔なんでね、今度やったら怒られるから。はい、 OK。 吉信やばいな、相変わらず吉信のカーブえぐいんでね。清宮、まあパワーが S まで来てるんで打率がくればって感じかな。まあまあこっちは得能でいいでしょう。逆境、安田はもう一回、総合打撃にしましょう。ミートもちょっと上げた方がいいだろう。かだってだやっけ。うん、いいんじゃない、いい感じじゃないですかね。太田亮もいい感じにミートも上がってきてるし、もっと上げていけば。子宮っていう特能つくの、こんなこと必須な人いんの。石堂もおかわり覚えたら一回ちょっともうちょっと上げようかな。ホームランが出なすぎや。安田0本はちょっと、18試合また出てない、もしかして。出てるな。石川？誰が出て、誰が、誰が出てない？誰が出てないんや。太田、もうおかしいぞ。岡本？岡本出てないや。なんで？太田、村上、岡本さん出てない、ね、意味わかれへん。今打率悪い、130。あと安田、リチャード、安田リチャードかな、リチャード安田ちゃん、山下石戸、これはこれでいいか。はい、よし、進めよう。まだあれか、4月やったのか。打ちまくれ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 、打ち勝つんや、うちは打ち勝つ野球や。誰キャラよわからん、誰。はい、今回ですね、ちょっとね、まあ松から始めたんかな、今回の会話なんで、時間的にもういい感じなんで、ここまでにしようかなと思います。はい、ね、まだ覚醒とかはね、おそらく来てないんじゃないかなと思いますが、初のホームラン王林が誕生してますので、ちゃんとね、村上とか岡本じゃないホームラン王だったので、それはちょっと嬉しいですね。S まで行こう、石戸。 OK、 じゃあ覚醒を見ます。林違う、太田違う、清宮違う、黒川違う、はい、出てませんと。ピッチャー、小山違う、海田違う、富山違う、宮城違う、荒西違う、はい、いません。はい、いません。全然いません。お、ニッカーでもいい感じに、いい感じじゃないですか、これ。CC まで来たらパワーだけにしたいんちゃう。そんないる？ミート。いらんでしょ。いらんでしょ。トシもね、一個違いなんで、ここを争ってもらいましょう。どっちがいいか。パワーヒッターと、ミートタイプ出てる。岡本3本、打率どうした、何があった。村上19本、5月よまだ。リチャードも打ってるし、石川も11本打ってるな。
岡本の代わりに出て11本打ってるのね。岡本脱落か、まさか。ここで177本も打ってるけど、もう脱落か、もしかして。27で、でも27で177は無理だ。だってあと800、今年30本打ったとして200でしょ。あと600本よ。岡本脱落かもな。はい、ちょっと今年終わりで考えましょう。はい、では、今回ここまでにしたいと思います。ホームラン王林が誕生しましたので、今年もね、違うホームラン王が出てくれると嬉しいかなと思います。まあ、ちょっと厳しいかもしれないですけど、頑張っていきましょう。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。ありがとうございました。